味噌味にするか醤油味にするか、パプリカでもいいしピーマンでもいい、鶏肉か豚肉、選択。キッチンでは全てが選択です。私たちが正しい材料や最高のレシピを選ぶことに気を配る一方で、世界中の多くの人々がそのような贅沢な選択ができないということを忘れてはいけません。今年世界では3400万人もの人々が飢饉の瀬戸際にいます。今すぐに支援が得られなければわずかな食料が生死を分けることになります。国連 WFP は飢饉を未然に防ぎ、何百万人もの人々の命を救う方法を知っています。しかし WFP だけではそれができません。私たちが協力すれば餓死寸前の人々に食料を届けることができます。私たち一人一人が選択する時が来たのです。あなたも飢饉に対して行動してみてはいかがでしょうか。